読みジャパン第1第第3第5金曜日コメンテーターは作家の佐藤勝さんですえまずこのニュースからいきます西村経済再生担当大臣は新型コロナウイルス感染症対策分科会を今日午前から開くと発表しました都道府県がコロナ対策を強化する必要があると判断するための指標や感染状況に応じた具体的な対策手法について議論する方針です一方 東京都の小池知事は昨日臨時の記者会見を開き都内の感染状況を踏まえ感染拡大防止の観点からお盆の帰省や夏休みの旅行を控えるよう都民に要請しました小池知事は今年は特別な夏だ離れて暮らす家族とは電話やオンラインで交流してほしいと述べました 安倍総理大臣が一律の帰省自粛を求めない一方東京をはじめ各自治体で自粛を求める動きが広がり温度差が極めて改めて浮き彫りとなりました小池知事は政府との対応の差について GoTo トラベルの対象から東京は外れていて感染者が増えているとして他の地域とは事情が違うと説明しました あ増田さんあの、今、かなちゃんが伝えてくれましたえっり、温度差が改めて浮き彫りになっている、えー、国ととそれぞれの都道府県、はい、自治体と国との温度差、池けというのか、それとも自粛しろというのか、まあそれ、なかなか確率的にあの同じにするのは難しいにしても、はい、この辺の温度差、どうごらんいやこれ、温度差っていうことじゃなくて、温度差だったら方向性は一緒ですよね、うん、ベクトルが違って、はい、どっち向いてるのかと。うん 要するに、国と向いてる方向と地方が向いてる方向、特に東京が向いてる方向が逆の方向に向いてると、うん、そうするとあの都民、また先になっちゃうし、うん、また東京から人を受け入れる可能性があるあの東京以外の人たちも、また先状態になってわけわかんなくなりますよね。うん、ですからこのの問題っていうのは この感染症を防止するためだったらもう人全く動かさないのがいいんです、はい、あの緊急事態宣言の時みたく他方、そうしたら経済特に地方それからあの観光とかそれとか飲食をやっている中小零細はものすごい大変な状況だということも事実だから動かさないといけないとそれで死亡率っていう観点からすると下がっている。医療崩壊もあの 沖縄なんか厳しい状況がありますけどね、はい、まだ余裕のある地域が多いと、そうすると、経済を生き残らせるために、そうじゃないと経済が生き残れないと、特にあの中小零細企業の経営者の場合には、あの会社潰すっていうことは、イコール個人連帯保証してますから。うん み、あのー、ぐるみ全部剥がされちゃうってことになりますよね生活が立ち行かなくなる従業員も立ち行かなくなるから動かさないといけないとその折り合いをつけないといけないんでその折り合いをつけるんだったら国とあの例えば西村さんと小池さんは毎日電話で1回2回相談する余裕はあるはずなんですよそうすればここまで中う派なことにならないと思う。う あのどっちにしてもこう感染症を封じ込める、はいまあ、予防する、はい、そういう一つの車と輪っかとそれからもう一つは経済を維持するっていう輪っかこれうまく、まあ、よく言われてるんですけどブレ,ーキとペダルブレーキとアクセルを両方とも踏んでるっていうことをよく言われてますけど、はい、そのためにやるにはまずはお互い、ま、地方自治体と国との間で風通ししよくしなければそ,すそれで,ななです、ね、ブレーキとアクセルを同時に踏まないといけないんですよ。モスクワにいた時ですけどねあの真冬 外はマイナス20度近いんです、はい、ところが給湯工場から一斉給湯してるんですね、うん、家のそばあの給湯工場から近いところの家だと、うん、35度ぐらいになっちゃうんです暑い、ええところが窓を開けるとね一挙に氷点下になるんです、うん、そうする限どうするかっていうとエアコン回すんですよ部屋の中で、うん、真冬に、うん、エアコンを回して室温を20度台にするっていうことをやるわけで、うん、まさに あのブレーキとアクセルを同時に踏むということをモスクワであの何度か経験してるわけなんですよね、うん、でもそれは扉を開けた場合に、あ,あるいはあのあの内玄関ですからね、ロシアの場合は、内側の窓じゃなくて、うん、内側の扉を開けることによって温度を下げるってやり方を取るとか、うん、みんなそこで均衡点を探るわけなんですよ。だからそれと同じであの ブレーキ、アクセルのどっちかでできないという状況があるわけですよね。それ、地域ごとに違うと、大体 GoTo トラベルでも、あのこれ、導入するんだったら、東京だけ除外ということって、ものすごい分かりにくくなったんですよね。その時は、私は個人的には、GoTo トラベルって制度はありますよと、しかし、東京の方、あるいは東京に隣接する埼玉県とか神奈川県とか千葉県の方も、川一つ越えるだけで、 状況が変わってるってわけじゃないですからね、うん、そこのところはこういう事情ですから自粛してくださいっていう得意の自粛を使えばいいと思うんですよね、うん、ですからそういうところでなんか国とね東京が変な形でお互いに逆打ちをする逆打ちをするっていう形で政治的な思惑から始まっちゃってるんですごくなんか嫌な感じがしますね今あの正野さんおっしゃった政治的な思惑 あの同じベクトルで同じ方向を向いて、多少のこう施策の差はあるにしても、一緒にやろうよっていうことではない中で、はい、政治的な思惑、この前、あの菅官房長官が、はい、あの国が一生懸命やってるつもりでいると、はい、でも一方、沖縄の病院の体制というのはちょっと遅れてると、はい、これ、いかがなものか病院っていうのは軽症者のあの,、ね、あの収容するようなホテルとか、その体制ですよね。うん、借り上げたらら国が払うからと、うん、これもうあの 玉城知事が即日反論してます、事実と違うと、はいうん、沖縄県も数字上げて反論してましたけどね、うん、やっぱりこういうようなところで、ああのー、辺野古新基地の建設のこと言いうことは聞かないと、うん、だからその沖縄の玉城県政っていうのは県民のこと考えていないんだっていう、うん、その雰囲気をこの状況で醸し出し足りたいなっていう、無意識なんですよね、うん、そういうのはぽろっと出ちゃうわけですよ。うん、だかから小池さんんに対してもね、うん、なんか 東京に歯向かってきて、それから昔、自民党にいたんだけど、あの時のこともあるからなと、うんあの、上昇志向ばっかり強くてっていう、うん、なんかそういう小池さんに対する嫌な思いね、うん、あのそういうようなところが出ちゃってると。 人人間くされて人間くされてこういういいい出すすなよって思いますよ思まねいやそれが政治家だから政治家なんていうのは嫌いな人とでも一緒に政治して初めて政治家ですからね、うん、だからこれ国民が今温度差で済めばいいんだけどもベクトルが違う方向向いてんじゃないかと、うん、そうすると本当に不安になってくるんですよそれから今になってこれ東京にしてもですねあの規、ー、制特別のなすと。 普通、特別の夏でキャッチだったら特別の夏はどっかに行こうみたいな感じなんですけどね、この辺の五感も変な感じしますけどね、みんな切符買ってるわけでしょ、切符買っていて、今になったから行くんだって言われて、キャンセル料どうしてくれるんだと、こういうことですね、これね、もう2週間前からこの傾向が明らかだったら、今から2週間前に行ってくれれば、キャンセル料だって全然違うわけですよ、それ物によってはキャンセルしないで済むと。 こういういになるわけで、うん、どうもそういったところへの目配りりがが足りない感じすするんですよねそうするとあのにあの政府の方はどうも今後の政局の中で小池さんもしかしたら国政来るかもしれないし、うん、うざってえなとこういうふうに思うから悪い目つきになって、うん、小池さんは小池さんで私は政府と違うっていう方向性を示すと。 そこのところによって指導力なんだっていう、うん、こういうような感じがなんか見え隠れするんですよねそれ結局あの、都民、国民不在の形での当事者にとっては深刻だけども、うん、国民にとっては全く関係がない、うん、ましてや日本国家を弱体化するようなこういう政争が無意識のうちに進んでると意図的にやっているんだったら強制は可能なんですしかしなんとなく気に食わないと。うん なんとなくやな感じとか言ってやってるとこれなかなか止まんないんですよね。これでねちょっとね、安田、はい、さんあの今日の日経 MJ で、あの観光業は大打撃って。これはも,、はい、もちろんそうなんですが、その中で星野リゾートという会社があります。はい、その星野リゾートの代表の星野義春さんが、えー、こんなことをおっしゃっています。えー、確かにあの大打撃を被むっているという中で<い>えっと。 社員の動揺が一番怖かったらしいですね、はい、で、えー、今年の四月えー、っと今年ですね、えー、社員を集めて、えー、これは1ヶ月や2ヶ月で終わる話ではないという結論に至ってということで治療薬やワクチンの開発には1年から1年半はかかりそうだ。で私は 星野義治さんは1年半後をゴールとしてサバイバルするためのプラン,プランを立案して4月初めに社内に発表したとで,ですから今年の4月5月の需要がそこになっても永遠に続くんじゃないんだと。うん 1>, 1年半後、えーまあ、18ヶ月プランのようですけどもそこでこのような形でやっていきましょう今の目先のことで一喜一憂するんじゃないよとでそこで、えー、実際4月5月の押し込みはひどかったんだけど、えーまあ、星野リゾートの社員の人たちはあ予想通りだねというだけでバタバタせずに済みましたっていうこういう記事が出てるんですけど。 二、うん、ヶ月ぐらい前の雑誌でもあもう少し詳しくそのことを展開してましたけれども、はい、それは確かにそうなんですけどもう一つの要因は資本力があるからですよ星野リゾートね星野リゾートの場合は、うん、しかもあそこの場合は非常にユニークな経営してますから、うん 例えば、そのお何がかりっていうことが固定してないですよね。はい、いろんなことをやってるんですよね、ええ。いろんなことをやってるということで、マルチでできるっていうことで、それで教育に力入れてますから、うん、そこのところで先読みをして、うん、あの従業員が離れていかないということは決定的に重要だと、うん、それをそらくそれをおっしゃってるっていうのは、1年半なり2年なりっていうのは、持ちこたえる体力があるっていうことだと思うんですよね。 戦略的な見方ができるんですけれども、そうじゃなくて、やはり自転車操業的な形で回してるっていうのが、旅館でも、それから、あの、飲食店でも非常に多いと思うんですよね。あの、雇用を確保しようとして、それぞれの経営者の皆さんが、とにかく自分自身の個人の預金を切り崩して、でも、あの、これ、旅館を守るっていうか、雇用を守るんだっていう方が結構多くて、中にはもちろん、会社持ちきり、あの、持ちこたえられずに。 まあ、倒産という場合ももちろんあるんですけど、はい、その辺の中小零細と資本力のあるところの差はあるにしても一つこの,あの星野義治さんの,この記事をあの拝見してて思ったのはこの人は星野リゾートという会社の、まあ、トップですよね、はい、この国のトップも同じような形で悲観的なことは、まあ、当然こう出てくるにしても明確にここはこうするんですよ。今はこういうい状況で確かに 逼迫していますでも、いずれこうなっていきます、そうさせていただきますというメッセージはなぜ出てこないんですかあのそこのところはね、女性は読めてると思うんです、うん、だから安倍総理にしても、うん、特に国家安全保障局っていうのは、その辺の戦略的な目っていうのは非常にありますし、はい、内閣情報調査室も、これも CIA であるとか、あ、うん、あのおあの SIS、イギリスの秘密情報、いわゆる MI6 とか、うん ここういったところとちゃんと連携してますからね、うん、情報はちゃんと持ってるんです、はい、問題は国民にどうやって伝えればいいかって言葉が見つけられないんですよ。うん、でも、見つけるのうまい人、周りいっぱいいるんじゃないですかいや、あのー、それが届かないっていうのは、例えば、あの布製マスクの時もそうですよね。はいうん あれはよかれと思って、うん、ベストブライテストやったことなんですよ、最も頭のいい人たちが、うん、あるいは星野源さんたちのコラボもそうなんですよ、うん、その理由は何かっていうのは、飲食しないことと関係するんですけどね、うん、総理大臣とか官邸の幹部が人と会わないでしょ、うん、そしたら誰と食事すると思います身内そう身内の補佐官や秘書官たちの数人とお弁当を取って食事をするでしょ。うん、そこの中だと要するに あのサークルであんまり外に出ないで内向きになってるサークルみたいな形で中で煮詰まってる論理が出てきちゃうんですよそれでそれが分かんない世の,世の中の動きにも敏感になってない,ない、はい、それが最近なる世の中の動きには敏感なんだけどもその人たちの中においては隔絶された世界にいるからそこで分かんなくなっちゃうの、うん、私自身もそういう経験があるの例えば日露交渉でこれから 踏み込んでいってイルクーツクで日露首脳会談をやったんだけどもあの時あの、森政権の支持率っていうのは消費税ぐらいになってきたわけですよねそうするとね官邸の周辺にいるでしょ少し嵐が収まったように見えるんです、うん、どうしたかというとワイドショーでの森叩きがなくなってきたの、うん、それから週刊誌での森攻撃もなくなってきたのなんでかっていうと生理的嫌悪の域に達していたんで、うん 森をしろってそういう名前とか顔が映ると、うん、あのテレビのチャンネルを変えちゃうわけですよね、うん、ラジオも変えちゃうわけです、うん、それからあとあの週刊誌も売れなくなくるんですそれだから書かれなくなるんだけど我々総理の周辺にいるとね、うん、これでだいぶ世論の理解も進んできたんで、うん、ああいう激しい抜信がなくなったと、うん、ここのところで踏み込めますねと思っちゃうの。 だから多分、ね、今の首相官邸もうそういう感じになってると同時にどうも最近、滑りがちだぞっていうことも感じていると思う,うそうすると発信ができなくなっちゃうんですよ。怖くなっちゃうのね。怖くなっちゃう。う国民にどうやったら自分たちの真意が伝わるのかっていうことうそこのところがやっぱり怖くなって伝わらなくなっちゃうそれで黙っちゃうと間違えたメッセージを伝えるよりは伝えないほうがいいだろうっていう感じに、うん、みんな消去規制になってっちゃう。 そうするとその空間の中に総理もいるからだん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 だかだ逆に非常に力んつけていた知事が例えばうがい薬で一言言ったっだん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 うんだ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 くだんだんだからこの それでまた総理大臣からすると、自分がもし滑っちゃったりとか、国民の大反発を受けたら、それで国ががたがたになると、そうすると国益侵害するんだと、主観的にはそういうようなスパイラル入っちゃってるのを思えるんですね余計なこと言わない方がいいんだと。そうだからそれは逃げてるっていうことよりも、言葉が見つかんないんですよ。かんんないだ だからそこのところで、ね、国民との回路っていうのがこういう時になると非常に重要になるんですけどね、だからこうやってラジオで話してるっていうこともやっぱり内閣、ちゃんと聞いてますからね、あのそれで文字にもなってますから。 こういうのももしかしたらちょっと役に立つかもしれないんですよ正直に説明してくれればね、こちらで納得できることあるんです、ね、だから正直にやってくれればいいんだけども、うん、怖くないですよと、正直にやれば、国民はいろんな批判はするかもしれなくて、理解してくれますよっていうことが、うん、やっぱりその総理や総理の側近たちのところにきちんと届いていればね、うん、あのやると思うんですよこここうううういいいいったとはは正直にななのの一番だと思いますでそてあのこういう放送も文章に起こしてい怖くないよ。 <laughs> いやでも本当にね <laughs> 政治家ってこういった時になると怖がりになるの <laughs>、えー、さて、えー、怖くないよ続いての <laughs>、えー、ニュースですはいこちらです広島への原爆投下から75年の6日核兵器の保有や使用を全面禁止する核兵器禁止条約の批准手続きを ナイジェリアなど3カ国がが完了ししし条約に批准たた国国とと地域が43となりました国連関係者が明らかにしたもので批准手続きを完了したのはナイジェリアとアイルランドそれにニウエの3カ国です核兵器禁止条約の発効には50の国と地域の批准が必要ですが アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアの核兵器保有5大国や日本などアメリカの核の傘に頼る国々は参加せず条約批准国条約推進国との溝が深まっています。 新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期された5年に1回の核拡散防止条約再検討会議は来年1月に開催される方向でそれまでに核禁止条約の批准・発行手続きがどこまで進むかが注目されます。 昨日が広島原爆の日そして9日が長崎原爆の日で毎年のように核兵器のことについていろいろ話し合われるんですが、まあのどもとすぎればでまた夏が来るとこういう話ただあのここ数年違ってきているのは核兵器禁止条約、えー、これに加盟していく国がどんどん増えている中で今、かなちゃんに伝えてもらった通りアメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシア 核兵器保有五大国まあ国連常任理事国この国そして我が日本ももちろんこの、えー、核兵器禁止条約についてはまあ、スルーという状況になっていますがマサルさんにはどのようにつくこれは私はやらないといけないと思いますそれから今の政権というのは実は自公連立政権ですよね公明党は 核禁止条約をこれは絶対やると、うん、批准しないといけないって強い立場で、うん、ここは自公の立場ぶつかってるわけですよね、それ、これはやはりあのこの核禁止っていうことはその方向に向けて、うん、あの唯一の被爆国である日本をやっていくってことの方が、うん、私は日本の安全保障に強化すすると思うんですね、うんうん、そもそも抑止力っていうのは今、国丸さんと私の間でお互いに拳銃のひがに手をかけて額にくっつけてるんです。 重厚はお互い向き合ってんですねあの向き合っているとか額に引きつけてるんですそれですからもし相手が引いたら自分の額はあの頭を吹き飛ばされるとその時に自分が引くと、うん、これだから抑止が成り立ってるんですね、うん、ところが死んだ後私は神様のもとによって永遠に幸せに生きると確信している場合には、うん、抑止効かないから、うん、あるいはですね我が民族は滅亡しても そのアメリカ帝国主義と戦ってあの滅亡した民族がいるということが歴史に残ればいいと考えてるのに、うん、独裁者がいたら抑止って聞かないんですよそうすると抑止力っていうのは米ロっていう米ソっていうゲームのルールが同じで同じような生命感がある国だから聞いてたわけなんですねそうするとこの核兵器っていう人類滅亡させるかもしれないそういうもの自体をなくすっていう方向で進まないといけないわけですそれから人類はですね あの天然痘をなくすことに成功しているわけですからあのそれと同じようにあの本当に核兵器をなくそうと思ったら人間の力でやれるはずなんですよね、うん、ここのところでその抑止とかなんとかいう,もう古い概念にとらわれてイニシアブを発揮しないというのは特にこの広島、長崎、うん、それからさらに水爆ではビキニの。 水爆それにあの漁船が被爆したということがある核の飛散者といのよく知ってる日本というのはこれはもっとイニシアチブを取るべきだと思うんですね安倍さんもこの前ローマ教皇のフランシスコさんが来た時には官邸で核解説に向けて一歩踏み込んだ発言したんでここはやっぱり政治イニシアチブでぐっと進めてほしいと思いますね。 これは例えば現実的に見てみると今、トランプ政権です、まあ、11月以降どうなっていくか分かりませんけども、まあ、バ,イデンバイデンの方がひどくなるかもしれないここがね、民主党政権になった方が、よりこの核兵器に対するアプローチっていうのが、今のトランプさんよりは強くなる。えというのは、民主党は理屈に取られるからです、うん、だから自由と民主主義、それを中国は守っていない、うん、ならば力によって抑止していくってこういうふうになっちゃうんですよね。うん トランプは、えー、折り合いつけようやそれぞれの国に事情あるじゃんかと、うん、こういうようなところでのすみ分けの論理が働くんです、うん、これは共和党の特徴ですトランプだけじゃなくて、うん、それに対して一見リベラルに見えるんですが原理原則でご利用する傾向が民主党の方が強いんですよ、うん、今の米中関係の緊張を見るとあのその危険があるしかもあの米中冷戦なんていう人がいるでしょ、はい、間違えてる冷戦っていうのは武器でドンパチしないことだから、うん、米中の場合は 冷戦戦じゃななくて熱戦になるすなわち南シナ海の人口等をぐってあの軍事衝突が起きる可能性も十分ありますですからものすごい危険それからあとあのインドと中国の関係で緊張してくるあるいはインドパキスタンで緊張してくるとカシミールあたりっていうのは人口密度が非常に低いですからねそうするとそういうところで核兵器がもし使われて爆発しちゃうと犠牲者の数っていうのはあの。 数千人程度っていう可能性だと通常兵器とあまり変わらないということになると一旦核が使われるようになると地域紛争で使われる可能性があるんですよ。それですから長崎の原爆投下が歴史での最後になるようにとこういう努力というのは日本として続けないといけないんですねそうじゃないと本当に人類破滅する可能性がある。ただ実際今 安倍さんはまあトランプさんべったりって言われて、今ちょっとその距離をはかあの押し量っている最中かもしれませんが、はい、一方でロシアとのプーチンさんとのこの関係というのも非常に良好ですよね、はい、だ日本の今、スタンスっていうのは、そのことをこう起こすにはいい状況にはあると思うんですそれはその通りです、うん、それからあと、やっぱり歴史的な背景において、ですね、うん、あの唯一の被爆国と、なんで日本に。あの 核爆弾落とされたのかってことだから本当に精査しないといけないんでじゃあ本当にもう少しドイツやイタリアが長く戦争していてドイツやイタリアに落としましたかとこういったことまで含めてね。うん そうするとラブロフロシアの外務大臣がこれはあの実験だったんだと、うん、この人体実験じゃないかっていう趣旨のことをあの昨日広島に向けたアピールで言ってましたよね、うん、その側面というのはやっぱり結構深刻な問題で受け止めないといけないんですね、うん、他方ラブロフはあの78月の頃から同時にソ連があの ソ中立条約を侵犯して日本攻撃してきた日ですからね、うん、それに関しては戦争を早めた終結を早めたなんて開き直ってるわけだから、うん、これまたダブルスタンダードなんですけどね、うん、しかも核の問題っていうのはほんともっと敏感にならないといけないと思います。ああのコロナ禍にあ で今、まあ、世界協調がなかなか取れない中、まあ、コロナの発生地である中国がいち早く立ち直ってどんどんこう世界にまた打って出ようとしている、まあ、あのマサルさんがよくおっっしゃっている帝国主義帝国主義国ですこれはやってる中で日本がどう立ち回るかっていうことなんだけどさっきの,あのマサルさんのお話で官邸が今も。 発言するのは怖くなっちゃってる。まあ思考は停止状態になっちゃってるとしたら、まあその核廃絶への動きっていうのも、まあ今あ<の>今じゃないだろうと思っちゃうんですか、ね。思考が停止っていうのは頭は回ってるんですね。うん、しかしどうやって発言したらいいかと、うん、国民の反応がどうなるかっていうことが、それが怖いんですよ。はあ、ものすごくだから今あの権力の中枢が億病になってる感じがする。最後、彼女ちゃんとどめの。怖くないよ。はい、ということです。<laughs> 発信しましょうよ。はい。ね、え第、ー、一、第三、第五金曜日コメンテーターは作家の佐藤勝さんでした。えー、あの、勝さんの新しい本ですね、はいえー。に対して、たくさんご応募ありがとうございました。あの、ご当選された方には勝さんのサインを入れて、えー、送らせていただきます。次回の勝さんは。八月二十一日です。次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。